めっちゃ可愛いない。どうも、メイカと申します。ブラザ先、どうも、メイカと申します。ブラウザバックしなくてありがとうございます。もうちょっと見てってください。コンセプトだけお話ししたいと思ってます。皆さん、女の子に生まれ変わりたいなって思ったことありません？少なくとも僕はあります。なんか、おしゃれしたり、コスプレしたり、楽しそうだなって思うじゃないですか。まあ男でもできるんですけど、なんか男でそういうコスプレとかすると、なんか自分の好きなキャラクターを怪我して、男でって言ったらごめん失礼ですね、ブサイクな俺がするとだったらしいですね。なんかこう好きなキャラを怪我してしまうみたいなところがあって、なかなかできなかったんですよ。で、まあこうここ最近仕事終わって家帰って飯食いながら、日光動画の一番右の列だけ眺めて寝るみたいな、ランキングね、みたいな生活を送ってたんですけど、バーチャル YouTuber っていうのがポッと出てきて、これなら俺も美少女になってもいいんじゃないかってなったのがことの発端で、まあ、早3週間経ってやっと動画投稿となりました。で、まあ、キャラ付けとか考えたんですけど、ちょっと正直、俺が多分耐えられないんで、ありのままの俺でやろうと思ってます。だからもうボイチェンとかもないです、よくわかんないし。で、友達が欲しいです。生放送とかニコニコでやってたんですけど、ひどい時なのか来場者数0名みたいなこともありましたからね。マジであれ答えた、その日ふて寝した。だからもう耐えられないんで話し相手が欲しいです。で、そう、それでまあ今のこの波、みんななんかツイッターとか見てると、楽しそうやなーって、みんなフレンズって感じやなーって、すごい僕もフレンズになるーみたいな、そういうノリで作りました。実際自分でキャラでしていて、なんかもう全然やっぱ現実の俺とは似ても似つかんわけですよ。似ているというか類似点として挙げるとしたら、このチャーミングの目元のほくろと、目元のほくろと、あと生え際が怪しいぐらいですかね。で、辛くなってきたわ。そう、名前の由来ですね。名前の由来なんですけど、メイカって英語でこう書きます。多分編集の俺が多分右か左に適当に入れてくれてます。メイカーですね。これを日本語読んでメイカーですね。いろいろ作りたいんですよ。絵描くの好きですし、まあゲームも作りたいし、ゲームが作りたいね。一番ゲームが作りたいと思ってます。もうちょっと先人のすげえクリエイターの方がいらっしゃるんで恐縮なんですけど、なんでもね、メイカーのゲームですね。メイカーゲームみたいな、これも怒られるかな。中途半端なクオリティになってしまった。そう、そんな感じ、そんな感じでやりたいと思ってます。んでですね、それ以外にもやりたいこといっぱいあるんですよ。まあ、で、やりたいことを、まあ、ここ左右に多分、ドン今多分出てる。編集で今いい感じに出てるはず。まあ、女の子になってみたいって思ったから、それでコスプレしたいし、ガールズトークとかしてみたい。寂しい。まあ、チヤホヤされたい。うん。で、生放送してて寂しいし、まあ、ゲームも作りたいって。で、さっき話した通りなんですけど、まあ、他にも、ゲーム実況とか、ファンアート書いてほしいね。いいね。あと、まあ、他にもラノベ書いてみたいとか、歌ってみてあげたいとか、いくらでも細かいのあるんですけど、いろいろどうせなら挑戦してみようと思ってます。全力でやろうかなと。で、とりあえず直近では、まずコスプレしようと思ってて、親分ちゃんさんを、親分ちゃんさんのコスプレしようと思ってます。まあ、今ちょっと絶賛衣装制作中って感じですね。で、同時に、3D になりたい。多いな、3D になりたいです。違う。自分で、言い過ぎやな。3D になって、Z 軸が欲しい。今、横から見たら、ペラッペラやもん、今、これ。やっぱ、こう、ぐるぐる回れるようになりたいです。で、なんか、VR チャットとか、やりたいですよね。オキュラスとかないけど。で、そういう、ちょっと夢広がることばっか考えてるわけですよ。なんで今とりあえず、ついさっき、とあるゲームを収録だけしたので、また編集して、実況として、直近で上げると思います。
で、まあコスプレの衣装を今用意してるんで、それかけしだかけでき次第かけじゃないでき次第あのそれで自撮りでもして、またあの動画のサムネイルでもさせていただこうかなって思ってます。まあ、そんなもんかな。名乗り文句って何なんだろうね。みんなバーチャルフンチャラカーチャラとか言ってるじゃない。俺今ないんだよね。あのバーチャルコスプレイヤー言うてまうとコスプレハードル上がってくしな。かといってね、なんちゃらおじさん系はもう充実してるでしょ。バーチャル擬人化お兄さん、意味が分かれへん。こんな俺ですが、あのよろしくお願いします。あ、生放送とかもするつもりですね。あの自分の体に受肉させるための作業風景とか流したりすると思います。まあ、あのご興味ある方もない方も絡みに来てくれると嬉しいです。そんなところですかね。じゃあ今日はこれぐらいで一旦自己紹介を終了とさせていただいて、次からまあゲーム実況あげたりなんかいろいろやりたいと思ってます。じゃあ、これにて失礼いたします。またね。